心の準備だけしといてください、ね、何の心の準備ですか全然わからんじゃけど洗車オタクのモンデさんに洗車検定受けさせてみた。なんだそれ今からですね、モンデさんには洗車検定を受けてもらいます。じゃあ受験スタート。はい。これは初期の電撃戦を支えた戦車です。名称は次のうちどれでしょう。プラバの 38T か 35T なんだよね。多分 38T だ。4番。第2問、この戦車には今までのドイツ戦車とは大きく異なる部分があります。それは何でしょう。これは2番、避難経路のことね。部分的にはどうとかあるんですか。ああ、だから前面走行が斜めになってるからね。何言ってるか分かりません。2番だそうです。第3問、ところで第2問の戦車の正式番号は次のうちどれ。正式番号とかあるんだ、うん、あるんだ。これ問題も答えも何言ってるか私には分かんないですね。どっちだったっけな。3番かな。3番。これは賭けだな。第4問、この戦車の名前は、あ、PZ ってパンツァーってことですか。パンツァー、パンツァーカンプワーゲンって言うの。あ、これ3番だね。3番。お、うん、第5問、第4問の戦車の背面走行の厚さは次の戦車のうちどれかの正面走行と同じ厚さです。どれでしょう。むずっ。これ45H なのかな。なんか4番。4番。第6問、第4問の戦車の主砲となった砲の原型は次のうちどれ。2番。早っ。第6問の砲の口径は次のうちどれ。4番。はいはい。彼はドイツ軍戦車系エースの中で最多の記録保持者ですが、彼の出身、名前の正しいのはどれ。チェコじゃなかったかな。第9問、第8問の彼の撃破数は次のうちどれ。わあ、1番か3番か。1番じゃないかな。1番。第10問、最後にこの戦車の愛称、読み方がドイツ語として正しいのはどれ。1番。1番。ティーガー。お疲れ様でした。じゃあ結果を見ます。お、7問正解。第3問、戦車の正式番号、迷ってましたよね。うん、正式番号っていうのは、その戦車が開発された時の開発ナンバーみたいなやつ。あ、うん、後になって計画されてるやつになれば番号が増えてるってことなんだけど、うんうんうん、意外と前なんだね、これこの写真には見たことない。別の写真見たことある。へー、うん、でも有名なんだ。有名、有名。あ、第9問、迷ってますね、1か3って、うん。3番でしたね。いや、そうか。じゃあ多分1番がビットマンの数か。そうなんだすごい、さすが。そっか、やっぱりこっちだったか。最後に受けてもらいたい検定がございまして、ネギちゃん検定を受けていただきます。なんだこれミリタリーショップスワットの看板娘、ネギちゃんのことあなたはどれだけ知ってるのっていうのでこれね、検定してもらって、ちゃんと称号も与えられるので。あ、そう、はい、頑張ってください。はい。ネギちゃんの血液型は、いきなりかい富大型のような気がするけど、A 型じゃないかなって気がする。第2問、ネギちゃんの将来の夢は。これはこれ1番でしょ。1番、お、見てくれてますね。第3問、ネギちゃんの好きな食べ物は。これも動画で言ってますよ。3番かな。ネギちゃんの好きなキャラクターは、エノコ派、キノコ派。ネギちゃんの結婚したいキャラクターは、ネギさんに正しいのはどれですか。第8問、ネギちゃんが最近見た夢は。第9問、ネギちゃんが嫌いな食べ物は。ありそうなのは2番かな。2番。最後、ネギちゃんが好きな名菜は。これは2番でしょ。お、即答。お疲れ様でした。じゃあ結果を見てください。5問正解、あなたはネギ少佐ですということで不合格ですねモンデさんチャレンジもう一度やってくださいはい、ということでモンデさんにはいろいろ検定を受けてもらいました。どうでした。難しかったですか。意表をつくような質問が結構入ってたね。これ誰でも受けれるんですよ。検定ごっこっていうサイトがあって、うん、それでネギちゃん検定も、もちろん戦車の検定も受けれますので、うん、みんな受けてみてください、はい、でよかったら Twitter とかでね、できたよとか画像とかシェアしてくれたら嬉しいです高評価とチャンネル登録お願いします。あ、どこ、ここら辺でいいの。はい、この辺でいいの、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。